ニューベラスへようこそ。今日の経済では人々は基本的な生活をするのにも苦労しています。仕事があるだけでは解決策にはなりません。あなたの仕事は他の誰かを裕福にするのを助けるだけです。たとえ自分でビジネスを所有していたとしても、逆にビジネスに自由と時間を束縛されるばかりで、真にビジネスを所有しているとは言い難いのです。失った時間は決して取り戻すことはできません。ニューベランスはあらゆる人のために素晴らしいグローバルな機会を用意しています。テクノロジーやソーシャルメディアの進化により、今や人々はどこにいてもお互いにつながることができるのです。ニューベランスが提供する製品やビジネスチャンスは世界中のあらゆる人にとって非常にユニークなものです。生活を変えたい、自分で運命をコントロールしたい、そう考えている人にとってニューベラスはパーフェクトな製品、チャンスなのです。ニューベラスはあなたを成功へと導く乗り物で、目的地にたどり着く手助けをするのです。そんなチャンスを用意してくれる会社を探すことは車を買うことに似ています。どんな高級車でもタイヤが一つパンクすれば大破したり、乗ってる人の命が奪われることさえあるのです。自分が求めるものを提供してくれる会社を見つけ出すことは容易ではありません。これまで多くの会社が生まれては消えていきました。タイヤが4本とも完璧な会社は少ないのです。ニューベラスでは世界中の人々の目標や夢を達成する手助けをするために、類まれな機会を創造し、これまで多くの成果と実績を上げてきました。ニューベラスではあなたの目標を達成するために4本の完璧なタイヤを用意しています。ニューベラスは他社と一体どのように違うのでしょうか。賢明な判断と選択のためには、ぜひ次に紹介する事実を認識し比べてみてください。ニューベラスがどのように他社と違うのか、ニューベラスがいかに優れた会社かを理解してもらえるはずです。あなたにとって必要なのは次の4本のタイヤです。第1のタイヤ、会社のオーナーは誰ですか？ウォールストリート、それともベンチャーキャピタリスト？パートナーや投資家は何人いますか？ニューベラスは CEO のマイケル・ジャローが 100% オーナー。負債はなく、売上高数百万ドル規模のグローバルカンパニーです。マイケル・ジャローの哲学では、ディストリビューターが最優先、会社はその次です。迅速に意思決定を行い、取締役会や銀行の承認を取り付ける必要もありません。ジャローが一人で意思決定を行います。ジャローはディストリビューターとしての経験も豊富です。ネットワークビジネスの現場で一から叩き上げたトップディストリビューターだったのです。彼が打ち立てた記録の中には未だに破られていないものもあり、ディストリビューターの気持ちもよく理解しています。彼は成功した CEO のマインド、そしてディストリビューターのハートも持っています。マイケル・ジャローは業界トップの CEO に選出されたこともあります。第2のタイヤ、それは会社です。ニューベラスは世界の多くの国々で事業ライセンス、各種認定を取得し、2009年6月に創業しました。世界中に事業を展開するまさにグローバルな会社で、多くの人々に健康、繁栄、そして自由を届け、目標や夢の実現をサポートしています。経営陣は皆長年にわたるグローバルな経験を豊富に有する強力なメンバーで構成され、あなたのビジネスのスムーズな運営と展開をサポートするとともに、世界最高のスーパーフード製品を提供します。ニューベラスは最先端のテクノロジーを備えたグローバルなロジスティックシステムを構築し、お客様のビジネスを支えています。ニューベラスは米国テキサス州ダラスに本拠を置く米国企業、世界中に進出してビジネスを展開しています。第3のタイヤ、ニューベラスはオーガニック認定製品を提供することにこだわっています。ニューベラスのオーガニック製品の主力成分はブラックシード、学術名はニゲラサティバ。ブラックシードはまさに自然がもたらす最高の贈り物の一つで、歴史的にも多くの宗教文献に記され、さまざまな宗教や歴史家によって祝福の種とも呼ばれてきました。ニューベラス製品は健康、ウェルネス業界のまさに王道を言っているのです。米国農務省認定のオーガニック製品ニューベラスプラスは強力な抗酸化力を有し、そのオラック値は第三者検査機関が認める世界最高の230万、 ECAP スコアは150、その他ウェイトマネジメントシステムオメガ、さらには米国農務省オーガニック認定のエナジーなどの製品をニューベラスは提供しています。ニューベラスは
世界トップクラスのドクターを招き、メディカルアドバイザリーボードも構成。ニューベラ製品に関する研究も幅広く行ってきました。メディカルアドバイザリーボードの共同チェアマン、ドリュー・ジョージソン博士は、サッカーワールドカップ米国代表チームのチームドクターを務め、アンチエイジングの専門家でもあります。ジュリアン・ベールズ博士は、世界トップクラスの脳外科医、アメリカンフットボール選手を襲う脳震盪を題材とした実話で、ウィル・スミス主演のハリウッド映画コンカッションでは、エミー賞受賞俳優アレック・ボールドウィンがベールズ博士を演じています。ベールズ博士は CNN や ESPN など国内外のメディアで定期的に取り上げられています。彼のオメガフォーミュラはこれまで世界中の多くのメディア、新聞、雑誌などで取り上げられ、事実これまで多くの人々を救い、CNN で紹介されたこともあります。第4のタイヤ、ニューベラスの報酬プランはユニレベル、バイナリー双方のメリットを備えており、系列の数に関わらず報酬を受け取ることができます。グローバルな組織構築が可能なため、世界中の人とシェアすることもできます。またほとんどのお金がそれぞれの国に残りを設計された寛容な報酬プランです。ニューベラスは2009年6月に設立されたグローバルな会社です。こうした4つの完璧なタイヤを持つ車をニューベラスでは皆様のために用意しています。自分の目標、夢を達成するためにどこまで遠くその車を運転するのか、それはあなた次第です。ぜひあなたもニューベラスのグローバルファミリーに加わり、健康、繁栄、そして自由に向かって一緒に歩き出しませんか。ニューベラス、それは新しい始まりと無限の可能性です。詳しいことはニューベラス.com、あるいはこの動画を紹介してくれた方にお問い合わせください。